皆さん、こんにちは。さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。また、チャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介するレクリエーションは、ストローで作るアクセサリー棚です。使うものは瞬間接着剤、画鋲で、画鋲は何でもいいものではなくて、このように、上が平らになっていて、という一般的な画鋲ですね。それと三角定規で、三角定規も2種類あると思うんですけれども、今日は90度、45度のものを2つ使います。そして、グルーガンですね。と、あとストローになります。今日は透明のものを使用しておりますが、あらかじめ色がついたものでも何でも構いません。今日は透明なものに、私はマスキングテープをこのように貼っています。それと、以前ウォータードーム風インテリアでご紹介したのですが、見えますでしょうかね。液体のりに着色をして、水と混ぜたものを透明なストローの中に入れて、両端はグルーガンで留めてあります。で、ラメを入れてあるものを使います。ストローは4本使いますので、同じ長さのものを4本ご用意ください。それでは作っていきたいと思います。最終的にはこのような感じになりますので、内側にしたい方がどちらなのかをまず考えます。で、私は、あえて文房具感を残したいので、今日は何も加工はしていませんが、もし気になる方がいらっしゃいましたら、ヤスリなどでこすっていただいて、柄を消していただいて、で、アクリル絵の具などで着色をしていただくと、いいと思います。また、デコパージュなどで飾っていただいても構いません。私はあえて、今日はメモリを残して文房具感をちらっと見せたいと思います。なので、こちらのメモリの方を今日は内側に作っていきたいと思います。内側にする方を決めたら、内側にする方を上に向けてこのように並べます。画鋲をここに瞬間接着剤でつけていくのですが、配置が重要になります。見えますでしょうか。このような形で配置をしていきます。直角に1つ、そして各頂点に1つずつと、この長辺ですね、の中央に1つずつ。重要なことは場所と、あとは、あとはし、あとは対称になるように配置をするということです。対称に配置をしないと、後で組み立てるときにガタガタなものになってしまいますので、気をつけてください。それでは瞬間接着剤で留めていきます。瞬間接着剤を画鋲の頭の部分に塗り、三角定規に貼り付けていきます。
このように瞬間接着剤でしっかりとつきました。今日私は瞬間接着剤、今日私は瞬間接着剤を使いましたが、グルーガンやボンドでも構いません。ただし、乾くまでの間に位置がずれてしまうのが一番怖いので、今日は瞬間接着剤を使っています。ここまでできましたら、グルーガン、グルーガンを画鋲の根元につけて、そこにストローを刺していきます。長辺の中央に来る部分が、長辺の中央に来る部分が正面になりますので、お好きなストロー柄を、配置してください。まっすぐに固めることが重要になりますので、その点は気をつけてください。一旦ここでグルーが乾くまで、待ちます。グルーが乾きましたら、このような形で反対側も接着していきます。両方の接着が終わりましたら、このような形で完成になります。先ほども紹介しましたが、長辺の中央に来る部分が正面に来るバーになりますので、ここのストローはこだわりを持たれると、きれいに見えるかと思います。高齢者の場合は、ピアスを開けている方はほとんどいらっしゃらないと思いますので、イヤリングなどはこのように挟むことで、保管することができます。また、リング、指輪や、ペンダントなど長さがあるものについては、レク職人シリーズのパート2でご紹介したこのようなクリップをストローなどで挟めますので、ここにかけてもいいと思います。このような感じですね。今日はストローで作るアクセサリー棚のご紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。